はい皆さん、こんにちは。ジャーナリストの岩上康です。えー、私は今、衆議院第一議員会館の方に来ております。えー、本日はですね、民主党の、まあ、あリベラル左派の方に属すると言っていいんでしょうか、安倍智子議員にお話を伺います。ということで、安倍先生、よろしくお願いいたします。うます今あのリベラル左派ととかですね、うん、まあちょっとこう なんて言うんでしょうね、えー、レッテルを貼るような言い方ではしましたけど、はい、まあこの民主党の明らかの右派の長島さんにこの間ですね、えー、ログインタビューをしたばかりなんで、えーはい、そことの対比でですね、はい、その言い方をさせていただきました。もう早速どんどんあの本題に入りたいと思うんですけれども、はいはい、まあ,あ安保法制国会なるものがあ終わりました。そして、えー、あんなですねおかしな。 あ特別委員会のの採決の仕方、うんえー、強引でしたよね、うん、えそして違憲であるということ、うん、まあ問題とか疑問は全くクリアされないまま、うん、あではありますから会議括弧付き、えー、可決ということになり、うん、で、えー、現在はですね えー、国会も開かない、ね、<laughs> 逃げ切りね逃げ切りをかろうという何をやってんだと <laughs> それで野党の皆さんも「国会開け!」って言って頂かなきゃいけない、うん、あまあ、えー、行ってらっしゃる皆さんいらっしゃいますよね。そういうことでこの日本共産党が実は国民連合政府を提唱したというのが。うんうん 長い長い安保法制国会の後の動きの一番代表的な動きといいますか大変この波紋を呼んでいる動きだろうと思うんです。安保法は鍵が成立した9月19日同日ですよね日本共産党の志位和夫委員長が会見されまして戦争法反対の国民連合政府構想を撤唱したと3つの提案1戦争法廃止安倍政権だとそして国民連合政府上記の一 点でイッツリヤ党は選挙協力を行うかなと。うんうん、あの何と言ってもですね、うんえー、最大の野党である民主党とおこの共産党のこの提案というものはですね、うまくこう飲んでブリーチをかけることができるかっていうのはね、うん、大変大きなあ焦点になっていると思うんですね。そうですね。はい。あのー、鉄は熱いうちに打てって言うけれど、うんうん、やっぱり C さんは、はい。 まあこんな国会も本当にひどかった国会、うん、そしてたくさんの皆さんが国会の外に来て民主主義ってなんだって、うん、そして憲法違反の法律作っていいのかっていうことをもう本当にみんな口々に問いかけてくれた、はい、その熱気を受け止めてパンと出したでしょ、うん。やっっぱり政治を知ててるなと思うんですよねそれに対して民主党は 政策は知ってるかもしれれないけれど政治っていうねダイナミズムそれから動く民意受け止める政治というところがねすごく薄くてそれはねあの右とか左とかいうイデオロギーとか以前にまあそもそも民主党が身につけていないのかなってそれってポピュリズムじゃなくてねやっぱり 政党離れ政治本当にもう支持政党ないし投票率低いしって言ってこう国民が政治を見放そうとする時にもう一回こう取り込んで取り組んで一緒にやろうよっていうメッセージを送ることが今私は一番大事だと思うので C さんはその意味でとてもあ政治家だなと思いましたしみんなが評価 したと思いますね、うん、あのこのお当然、えー、手応えといいますかこの反応といいますかねそれにはこのいろいろな反応があって、うんえー、結構な話じゃないかという反応を示したのは社民党、うん、そして吉田忠智党首、うん、そして生活をですね、うんえー、小沢さん こうしたまあ小さいところはですね、たわ、うん、になってかかっていこうじゃないかということで、うん、しかも共産党がここまで譲ったんじゃないかということを高く評価されてる、うんえー、しかし、岡田さんはまあ大変慎重なものを引用して、もう1ヶ月経ってしまってるんですよ。うんうん ねね、だから時間は費やされる一方と <laughs>、うん、で睨みせなきゃいけないのが参院選、うん、であと8か月っていうふうになってって、うん、カウントダウンも始まってたと思うんですね。で,ねで皆さんねあの忘れてらっしゃるのかそれともか気にかけないようにしてるのか、うん、実はそのおお安倍総理はですね、うんえー、はっきりとこのお参院選をですね3分の2外見勢力をね 閉めてでその中には橋本さんたちもこのカウントに入っていると思うんですあそう分裂しますからで分裂したあとラブコールしてますからねで、えー、憲法改正って歌ってるもうかわいくてしょうがないということで何度も会ったりしている、うん、でこの自公プラス維新の半分ということで、うん、これ3分の2にいけるんじゃないか、うん、そこまでいってるわけですよ。明文、うん、会見やらられたら、うん、こののの間の国会のような 話じゃないんです、ね、そうですすねねそうあのね私はまあまだ民主党になって9か月10か月ですけれどもなぜ民主党になろうと思ったか私も社民党とか未来の党とか小政党でやってきて、うん、それなりの主張が固いっていうかしっかり私はしっかりいい意味で思うんだけれども。 ずっとこの小選挙区の20年間を見ていてさっき言った国民と政治がすごく離れちゃっててもう一回この民意を国民と一緒に作る政治をすなわち国民政党を作り直さないとその先にねイデオロギーの,その差じゃなくてこの開いてしまった距離をどうするかっていうことだと思って、うん、まあ民主党を国民政党にしようと 覚悟して言葉で言えばかっこいいけれども、うん、まあ、うん「入れてもらったお願いします」ってそれでね今回のこの C さんの動きについても民主党は読み違えてると思うんだけど<お>っていうのはこれイデオロギー問題だと民主党は思ってるから、うん、共産党とは一緒にやれないねとか、はい、安保どうすんのとか言ってるけど、うんうん、実はそして社民とか、まあ、生活もそうだけどまあイデオロギー的にそうは 近くはないけど遠くないからまだ合意できててまだそれはイデオロギー戦場だと。あの ののライン上だと思うでも例えば小林節さん慶応大学の名誉教授の彼が命がけなのね彼は昔私と私ご憲派彼会見派で討論会なんかに呼ばれて私もケチョンケチョンに言われたりでも言い返したりしてとてもフェアな人だから私はあのいい論議させてもらったけれどもその彼がね今 お国のためだから手をつなごう、うん、一緒にやっぱりあんなたかがあの閣議決定で憲法を踏みにじってクーデターしてやってく政治を許しちゃダメ主権者が声出さなきゃダメ私は彼が言ってるっていうことをね民主党は参考人として彼を呼んだんだから本当に受け止めたらいいと思うの。うん そしたらこの共産党の C さんのお声がけもね本当は私は民主党からやったっていいと思うの、うん、国民連合政府をとりあえず作りましょうと要するに憲法の王道にね戻しましょう立憲主義に戻しましょうから少数者の声を聞く民主主義に戻しましょう内容はそのあだよと、うん、もう一回だって国民を入れ込まない論議をいくらやったって政治なんか 本当に腐っていくだけうん、うん、で一緒に考え多様な時代だから悩んで一緒に解決を見つけようよっていうのが、うん、あの混ぜご飯と揶揄された民主党のねあのバラバラだって言われてた逆に民主党の強みになるし多様なんだって言っていいと思うし、うん、そういうチャンスを民主党は逃したんじゃないのと もう一生懸命ツイーとして、はい、別に民主党を批判するためじゃなくて、うんうん、民主党に今最大メッセージを送ってのは、まあ、私は仲だけども、うん、でも私なんだと思ってねそれは私もなった限りはやっぱりその国民との距離をどう縮めていこうかで今ちょうどタコが風を受けて上がるように風が吹いてんのに、うん、なんでタコを下ろしちゃうんだとこの それはもう大事な民主でその後にね改憲五憲それは論議したらいいの深く、はい、そこにどれだけ熟議の民主主義になれるかを日本は戦後70年経って本当に問われたそれがこの象徴的な国会でそこを「えいや」って無視してかまぼことンネル作って逃げ切っていった与党に対して「ちょっと待って」と。 一緒に論議しようやとだから結構あの街中では自民党支持の人でもやっぱあのやり方おかしいよねという人多くてでそこに対して例えばさっき言った政策的に民主党が例えばこの法案の一部法律の一部は誤憲一部は誤憲とかやって区分けして民主党が整理することを今 やってるけど国民はそんなことを望んでないのそれは後でいいの、うん、一回チャラ作り直そうよって言ってるうん、うん、そこをねぜひ民主党が分かってほしいし。 細かいですよね。そういう意味で岡田さん、まあ、岡田さんのがまあ代表ですから、えー、今の民主党を、えー、あの象徴していると思いますけど、えーえー、政策は本当によく知ってるけれども誠実だしね。うん、政治を知らないというですね。<laughs> 戦争 出て,ているところが二番目に国民の英語政府をくる三、うん、番目のね、うん、野党の選挙協力これは大変結構なんだけどうん、うん、論理的に一二があって三があるわけだから二、ね、が飲めないから三が飲めないみたいなうこういう細かいこと言うんですけどねでも本音言えば三はやってほしいけど二は飲みたくないと、うんはい、だからね私こここれ共産党の言い方も、うん、去年の閣議決定の撤回って言えば、うんうんうん ずいぶんでもそれを民主党が言えばいいんだと思うのなんでこのお大臣なんですか <laughs> おかけっぷちのせして全然自覚がないんじゃないかっていうふうに。で共産党ね、うん、あんなこと言っちゃってって批判する前にいやもう閣議決定撤回の統一戦線なんだって、ね、だって、うん、あの。 選挙の時も言ってたんだし、うんうん、そうすればいいんだと思います。いや、すごい逆風吹いてるんだと思うんですよ。それ中でご自覚ないんだと思うんですけどね。<laughs> ちょっと一つ、えー、あの数字。 国民連合政府に期待というのが37%と、うん、これ10月5日の時点でまた数字が変わっていくかもしれませんけど、えーえー、TBS が世論調査したんです、うん、で共産党がこの安保法関連法案を廃止するため連立政権を作ることを前提に民主党など選挙協力を呼びかけていますとこうした野党による選挙協力の実現を期待していますか、うん、しませんか期待する37%期待しない57% これで見るとですねまあまあ本当に期待されてないんだなと野党はというふうにはなるわけですそ、ね、でそれでもですね実はこの37%という数字これ37って聞いたときにこれ同じことを、えー、共,あの共産党の審査に言ったらですね、はい、37%もの人がっていうふうに <laughs> やたらポジティブで前向きなんですけど <laughs> えとにかくこれをちょっとよく見ると。えー えー、この37という数字はです、ね、野党5党の各支持率の合計、民主8.2、共産5.7、維新1.4、よくね、民主ので維新の人たちに対して、うんえー、野党第1党と第2党の合議であるみたいなことを言うんですけど、うん、だいぶ違うんです、それはね。 第2党党今 <laughs> 共産党ですね維新1.4ですからこれなんか誤解があるみたいですけど、ね第1党と第2党の合議とか言ってるんですけどこれねそれはちょっとさすがに共産党に失礼で社民が0.5生活0.1合計15.9だから民主・維新でやったってですね 十倍いかないんですよ。本当,本当。それで合計やった十五点九パーセントなんですね。その十五点九パーセントの野党に、あの、実は圧倒的な国民は支持政党なし。四十六点九パーセント。つまり、大半は自民も嫌だけど、ね、野党も期待できないと思ってるんですよ。そういう無党派の人たちに風を起こし、無党派の人たちの期待を応えられる。 えー、枠組みとか政、えー、こう政党とか出てきたらですね、うん、これは大きく動く可能性があるわけですけれども、まあ十五さっきのお数字ですね、三十七パーセントという、うん、数字はこの無党派のですね、二十パーセントぐらいを取り込んでる可能性があるということですね。だからウィングを右に伸ばすのがとか左に伸ばすのがって言いますけど、うん、ウィングを無党派に伸ばすのがお感じ考えるべきでしょってここでいくらやったって。うん まあ、お箸も何にもならないんですよ。そうですね。ね